高島宮、高島宮は、神武天皇が、日向から、大和国への統制途上で、キ備国に営んだとされる暗宮である。キ備高島宮、キ備高島の宮とも呼ばれる。日本書紀によると、大祭紀の江虎の年の10月5日に軍船を率いて、日向を出発し、大和へ向かう統制を開始した彦コホホデミソンは、文後水道を通り筑紫国、秋国島を経て、 翌年3月6日、キビ国の高島の地に暗宮を作って3年間滞在し、その間に船舶や武器の準備、兵糧の備蓄を行った上で、土の絵馬年2月11日に再び大和へ向かい、出港したというが、この時の暗宮が高島宮である。ちなみに、神武天皇の即位は高島宮新発の3年後、新有年であるとされている。古事記も、 大道将位の伝承を記すが、高島宮での滞在を8年間としている。昭和13年から15年にかけて、文部省が当時の学会の総力を挙げて、学術的な神武天皇成績調査を試みた結果、当時の岡山県小島軍艦の浦村を大技、宮浦寺光島を成績伝説地に認定した。宮浦には、高島神社が鎮座し、高島宮の小跡に、 公正神社を創始したとの伝承を持つため、この文部省の調査によって、ほぼ公認された状態であるが、同様の伝承を有し、または、小跡に否定される神社は、岡山県内や周辺一帯に、複数存在している。ちなみに、高島の、島は、必ずしも島を意味するとは限らない名称である。同調査は、神武天皇の統制伝説に見える地名を否定するに、際し。 これらを、地点、または地域を推定できるもの、地点、または地域に関する江戸時代を振らない、公費伝承を有し、価値あると認められるもの、伝承はないものの価値ある学説があり、価値ある資料によって遂行できるものの三類には価値、高島宮は、その第二類に区分されたわけである。岡山市立高島公民館、ありがとうございます。